春が爛漫という感じですよね。春いっぱいです。ですよね、今はまあ特にこう卒業式シーズンですので、そういったお花の贈り物多いじゃないですか。3月からもう3月の1日から卒業式が始まりますので、予約が結構入ってきてます、ね、やっぱりこういったカラフルな可愛い色のお花が多いんでしょうか。男性用女性用で色味が違うのと、最近は画像を持ってきてこういう感じにしてっていうのがあるんで、それに近づけるように作りたいとは思ってます。もう送られる、ね、学生さんなんかちゃんと自分のイメージ持ってこられるんですね、最近インスタとかで画像を持ってきてくれますね。まあ、じゃあそれを見ながら日夜宿泊しつつ希望のものを作ってらっしゃるんですね。はい。なるほど。でも今こちらに置いているお花っていうのは本当に春らしい、こう元気が出る、いわゆるビタミンカラーですよね。はい。この花一体何用に使われるものでしょうか。これはね、結婚式ブライダルですね。いやー、もう結婚式も随分復活してきてるので、ね、こういったお花を飾って盛大にされる方も多いんでしょうね。もうねなんかいろいろなんですけど、今回はゲストさん、お客さんも多くて大きいお式になるみたいです。もうこのお花だけでなんかもう会場が本当にパッと明るくなって、みんな元気になれそうですよね。はい。結婚式の花やっぱり一生に一度の思い出ですから、ぜひね、自分の本当に好きな色で好きなお花で飾りつけてもらいたいですよね。はい。まあ、そういった望みもしっかり聞いていただけるでしょうか。もちろん、しっかり打ち合わせも1時間ぐらいは取って、どういうのがいいかっていうのを事細かくお聞きしてから一緒に進めて決めていきますので、いつでもお気軽にご相談ください、ね、日々のお花についてもね、お部屋に飾るとやっぱり雰囲気変わるので、聞きに来てもらえるといいですよね。はい。今店頭に入っている、まあ、元気が出そうな春のお花、どういったものが並んでますか。今はスイートピー、春なのでスイートピーとラナンキュラスと、あと桜、桃とか、もう春いっぱいですね。どれもやっぱり春らしい柔らかい色って感じですよね。柔らかい色です、はい、これからもどんどんこう暖かくなってきたら、もうお花もどんどん咲くので、また皆さん気持ちも明るくなってもらえるといいですよね。はい。なるほど。いや、もうこれから本当に今からがお花屋さん実はね、一番忙しくて賑やかで楽しくなるシーズンになってくるらしいのでね、はい、これからじゃあぜひ皆さんの心にゆとりと華やぎをということで、素敵なお花届けてあげてください。わかりました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。